それではりょうちゃんにいただいた台本を皆さんこんばんは。 HKT48 チーム T2 の宮崎園です。そのが明日よろしくをやるの3回目くらいな気がするんですけど、なんか暗い。こんにちは皆さん、こんばんはですね。この番組はですね、 AKB グループのメンバーが月曜から金曜までリレー形式で配信を回していくというものなんですけども、今回私は同じチームの HKT48 チーム T2 と同じ同期の、安定しないな、清水りおちゃんから回ってきたんですけど、まず最初のテーマがですね、前回の配信者の人の印象とかイメージとか言うらしいんですけど、さっき言ったみたいにそのは清水りおちゃんなんですけど、同期ので、そのなんかあるかなと思って、難しいなと思って、一緒にいすぎるからこそ何があるのかなってっていうのがあったんですけど、そうよくよく考えたらいろいろりおちゃんといろいろなことを分かち合ってきたなっていうのがあって、なんかね、そう思い返すとなんか多分そんなイメージないと思うんですけど、りおちゃんはなんか一番一緒に悔しいことを分け合ってきたなっていうのがあって、それを悔しいっていう言葉を出さずにお互いの雰囲気で察して、なんかいつも寄り添ってたなっていうイメージがあります。まあ今もなんですけど、私なんか嬉しいことあったら、よかったねおめでとうって言う、なんかそういうのを言うのがね恥ずかしくない人間ですねお互いりおちゃんはどう思ってるか分かんないんですけど、そのはすごい顔がパンパンむくんでるっていう感じです。りおちゃんとはま思い返すとって感じですね。ぐらいかな、わかんない、なんか 5,6 年も一緒にいるとわからないですよねあ、でもあれがあります、あの4期生のオーディションの時に初めてのレッスンが、4期生ってお披露目前のレッスンが HKT のレッスン場じゃなくて福岡市内のそういうスタジオを借りてあのやることが多かったんですよ。他の期とかはあんま詳しく分かんないんですけど、なんか受かった後もちょいちょいレッスン場、 HKT のレッスン場じゃなくて福岡市内のいろんなダンススタジオ的なところを転々とね回っていくことが多かったんですよ。でその時に初めてのレッスンの時に、本当にど初めの時に、なんか私佐賀県出身だから福岡のこと全く当時分かんなかったし、そんな電車とかもよく分かんなかったんですよ。だから県外だったからちょっと早めに着いてたんですね。
そしたらそこに清水涼ちゃんと清水涼ちゃんのママがいて、そこでお互い伺いながら、あ、HKT の4期生のですよねみたいな感じになって、一緒に集合時間まで待ってました。っていうエピソード。だから初めて4期のメンバーのママと喋ったのはリオちゃんのママですね。リオちゃんまだ中学生だったから、中 2? 中 1? 分かんない、中2とか中 1? 中1かなぐらいだったから、ママと一緒に来ててっていうエピソードがありますね。りょうちゃんと普段どうだろう、ソノの方が全然年上なんですけど、すごいソノが絡みに行ってて、いつも突っ込んでもらうっていうのが二人のあれです。りょうちゃんとご飯二人きりはないかもしれないな。いや、ないですね。研究生って見てすごいに分かったの、なんかその時はすごい人がいなかったので駅に、私なんか服装とかが完璧にそうだよなみたいな感じの子でした。フリートーク、今のがフリートークですよねきっと。なんか最近何してたとかがあるんですけど、最近は今日何してたもありました。今日はカレーライス作ってました。え、でもなんかある気もするけどない気もする。あ、リオちゃんと3期の栗原さえちゃんとソノならあります、ご飯。それはあるかもしれない。ですね。最近は多分昨日おとといとかもずっとその話だったかもしれないけど、博多のナイロ公演っていうのが再開したので、前々から2020年ぐらいからやってたんですけど、また再開したのでそれのバタバタしてます。福岡もコロナのせいでしょ。そうですね。ピンクの声はまだ発表されてないです。あのスケジュールがもろもろ合わなくて、まあそんな決まってはいるんですけど、まだ発表はされてないです。ではリオちゃんからいただいたテーマトークについて話していきたいんですけど、なんつ公演って言ってたんですけど、なんかすごい長かったんですよね。そのちゃんは公演を急遽覚えたりとか、いろんなポジションをやってるからこそ、公演の思い出とか楽しかったこととか大変だったこととかエピソードを話してくださいって言われたんですね。なので今日のトークテーマは公演エピソードですね。公演エピソード、そうだな、多分公演に出てる回数で言えばそのよりもっと多い子とかはたくさんいるんですよ、同期でも。だけどなんかイメージに残ったことをやったのか、あ、でも多い方か、アンダーやってるから。なんか難しい、自分で言うの難しいから質問に答えるのが一番やりやすいんですけど、
2時間でポジション覚えたって。あ、そうですね、何年前、もう3、4年前の話なんですけどね。いや違うか、なんかいっぱいそういうことがあって、あ、一番大変だったの最近です。毎日のようにポジションが変わってた日があって、6、7月に。でしかもそれが絶対前日か当日にしか分からない状況が続いてた日があったんですよ。 HKT48 のチーム T2 手をつなぎながら公演やってるんですけど、それでやずっと何かがいろいろあってっていう日が大変でした。だからお仕事は、お仕事、他のお仕事現場で知って、ちょっとそれで劇場行って、そこから覚えてリハーサルとか、前日に微妙かもって言われて次の日に電話かかってきてやるとかが多いかもしれないです。それが一番大変な時期でした。なんかその何回ぐらいやったのか覚えてないんですけど、その大変だったウィークで3ポジぐらい回ってて、一人でなんか目まぐるしかったです。その日は、その日々は。でも楽しいですよ。なんか公演といっても絡まないメンバーも出てくるんですよ、やっぱ16人立ってても。だから楽しいですけどね。ここ君なの？みたいなこともあるし、すごい楽しいです。泣いた話、その時期泣きました。その時期かな、なんかなんだっけ、なんかのリハーサル、あ、熊本のイベントをやったんですよ、HKT で。その時のリハーサルの後に手綱で、その日もポジションが変わるあれで、お芋ちゃんの前で泣きましたお芋ちゃんの前で、なんかそのお芋ちゃんの前でしか泣いたことないかもしれない。懐かしい。苦しかったとかじゃなくて、いろいろ精一杯すぎてみたいな感じで泣きましたね。懐かしい。なんでそんなに覚えられるの？なんだろう、その基本的に不良分めちゃくちゃ悪くって、レッスンの振りとかもマジで覚えられないんですけど、公演だとサビとかはやってるし、こういう振りしてるなっていうのを同じ公演で見てるので、やりやすいってのはあるかもしれないです。振り覚えが大変っていうより立ち位置が大変ですね、劇場公演は。いつも誰が褒めてくれるの？みんなです。 T2 メンバーみんな褒めてくれるっていうか、ありがとう、すごい、本当にすごいっていうのを毎回みんな言ってくれます。リハーサルとか反省会の時とかにめちゃめちゃ言ってくれます。公演の話は多いですね。
数ポジ覚えてると立ち位置が混乱しない、します。それこそ前ありましたよ、なんか2回連続手綱だったのか忘れたんですけど、なんか分かんなくなっちゃって、次のポジション考えすぎて分かんなくなっちゃって、行った場所が前日にやってたポジションでした。めっちゃ笑った。しかもなんか一番変な場所に行っちゃって、なんかソナだけが焦るならいいんですけど、メンバーみんな焦っちゃってっていうのはありましたぐらいですかね。公演エピソードはまあ 4,5 年やってるので話と尽きないんですけど、最近エピソードはこんな感じですね。名前はなんて読むんですか？名前はソノって呼びます。ソーノって呼ばれがち。でもだいたいソノ以外ないよねっては言われます、呼び方は。ではそろそろ次のメンバーにバトンタッチしようかな。特に印象が残った公演、パジャドラはすごい楽しかったな。あの時は精一杯だったから。パジャマドライブ公演を HKT の5周年のリバイバル公演で、朝から晩までずっといろんな公演をやるっていうのがあって、でその公演デビューがそのパジャマドライブ公演だったんですよ。そのお芋ちゃんにねしようかなと思ってたんですよ、坂井萌香ちゃんに。で連絡して、最近やったって聞いたら今度やるって言われて、まさかのりおちゃんの前がお芋ちゃんだったらしくて、戻さんでって言われました。申し訳ない。ではちょっと連絡取ってみようかな。さてさて誰でしょう。いやその戻してやろうかなと思ったんですよ、おいもちゃんに。けどさすがにかなと思ってやめました。たどってったら面白いよねまた。誰でしょう。え、なんか緊張しちゃう。だって電話しないもん普段。普段電話しないから。あ、グッドボタンが来ました。おお、それでは緊張しちゃう。どうしよう、かけさせていただきます。もしもし。スピーカーオンにしていいですか。よいしょ。それでは名前とチーム名お願いします。はい、 HKT48 のエルタンこと坂本エルナです。エルでした。やば、初めて電話するんやけど。本当にそうですよね。 LINE 連絡は取ってたりするけど、うん、なんでエルにしてくれたんですか。なんか迷っててどうしようかなと思って、うん、なんか同期でも考えたけど、うん、なんか普通かなと思って、で先輩がいいなって思った時に、なんかやっぱ一番最近絡みあるのエレちゃんかなと思って。あー嬉しい。なんか
同じ、そう、いろいろ一緒じゃないですか。確かにね、同い年だしチーム T2 としても一緒だし、ピンクも一緒だし、確かに嬉しい。なのでエレちゃんにしました。イエーイ一個もなかったです予想だよね、一個絶対予想できんと思う。なんかさえちゃんとかあとみなさんとかあったんですけど、うん、あーそう、一つもなかった、そう、誰も予想してなかったあれでした。です、では月曜日ですね。そうやね、13日、はい、13日の何、あれよ、ちょうど誕生日明けよ。え、すごい、めっちゃタイミング良かった。すごいすごい。そう、え、もう21ってことですよね。21で、おお一歩先に、そうです、お先に失礼します。それでは AKB48 の明日よろしくやってもらえますでしょうか。いいと思う。ありがとうございます。ではいいえ、ありがとうございます。13日よろしくお願いします。ありがとう、バイバイ、そのうちバイバイ。ということで、トークテーマ言ってなくない？エレちゃんとあれ、エレちゃんにもう一回かけなきゃ。お互い気づいてないっていうねあれ、お互い気づいてない、もう一回電話かけますね。エレちゃん、そうね、ちょっと待って、お題、そう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 絶対そうや、普通に話し込んで忘れてためっちゃウケる、切るの早と思って普通に話してたじゃあ、はい、トークテーマですねうん、何ですか。どうしようかな、同期のことについてか歌についてかで悩んだんですよ、うん、どうしよう、歌はね結構ね前も話して回ってきてますよね。あ、じゃあ同期、最近ね、なこさんも戻ってきてみんな揃ったし、うんうん、じゃあトークテーマは同期についてでお願いします。はい、了解です。ありがとうございます。それではさよなら。さよなら。バイバイ。バイバイ。はい。普通に喋っちゃった。そう、最近多いんですよね。そのレギュラーラジオやってるんですけど、それでも忘れちゃうんですよね。よかった、伝えられましたってことで、トークテーマは同期についてですね。なんか普通に喋っちゃうんですよね、仕事でも。普通に喋って楽しくってもう時間だなと思ったら自分で終わっちゃう。エレちゃんエピソード？エレちゃんは本当に優しくて気軽に話しかけてくれて、同い年っていうのもあるし、うん、やっぱチームピンクで一緒になったのも大きいですね。前エレタンさんだったけど今エレちゃんって呼ぶようにもなったしですね。面白い面白い。ということで9月13かな、13日の模様によろしくは HKT48 チーム T2 の坂本エレナさんにお願いしたいと思います。イエイイエイ。何きっかけでエレちゃん呼び？なんか同じ公演に出てて、誰、エレちゃんが誰かにエレちゃんって呼んでよみたいなこと言ってたか、エレちゃんって呼びますねみたいなことを隣で会話してて誰かと、それで、そのもエレちゃんって呼びたいですって言ってエレちゃんって呼ぶようになりました。
ということでランキングを読ませていただきたいと思うんですけど、5位から1位までの発表ですね。5位はジャガさん、ありがとうございます。4位マサラッキさん、ありがとうございます。2位マーシュさん、ありがとうございます。3位マーシュさん、ありがとうございます。2位コバコバコバヤンさん、ありがとうございます。1位ポンタロさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。今日は HKT のね、公式 YouTube でナッピとミクさんが登場で15分だけ何かやるみたいなので、皆さんぜひ見てください。久しぶりに HKT に回ってて自分に来るとはびっくりでした。それでは皆さんありがとうございました。13日の明日よろしくもぜひ見てください。さようなら。